今日話すのはこういう水のようにこうシャバシャバなるような流れるようなで、万物磁石にくっつくというもので、まず磁石っていうのは何かっていうのを話して、で液体で磁石にくっつくっていうのはどういうことをすればいいのか、でそういう、まあ、これまでに行われている研究なんかがあって、知られている磁石のくっつく液体がこんなのがありますよっていうのを紹介した後で、自分がやっている研究で、新しく作った、磁石のくっつく液体の紹介をして、っていうのが、前半になります。前半40分は私がここで話をして、その後1時間を、2班に分かれてもらって、半分はここで、うちの研究室の学生さんがここでまた別の話をしてくれるので、それを聞いてもらうこと、うちの研究室の実験室の方に来てもらって、2つほど実験を見てもらうというのを、入れ替わって2回30分ずつやってみるという流れになります。で、ここで違う話をすると言いましたけど、磁石にくっつく液体が一つの研究テーマで、今やっていて、もう一つのテーマは液晶です。液晶っていうと、テレビとかそういうイメージがあると思うんですけど、その液晶っていうのが何なのかっていうのを話してくれる人というのがあるので、そちらも楽しみにしてください。で、磁石にくっつく液体なんですけど、どうやって使うかっていうところからもう先に話してしまうと、実は磁石にくっつく液体だと、うまく水滴みたいになって、さらにその中に水を入れるっていうことができて、そうすると磁石に引っ張られるような入れ物ができる。そうするとこんなことに使えるんですが、お腹痛い人がいますけど、まあ、いろんなこういう時いろんな方法があって治せると思いますけど、薬を飲むということが普通はやります。で、薬を飲むと、実は薬を飲むとそれが吸収されると全身に広がります。で、全身に広がってお腹にも広がるからお腹に効くっていう効き方をします。そうすると他のところで、副作用で悪いことをするような薬は使えなくなるんですけど、この磁石にくっつく液体を使うと、この中の方の水のところに薬を入れると漏らさずに体の、例えばこの時だったら、体の中に玉を入れて磁石で連れていくことができると。で、そういうことができるといいなと。まだできているわけじゃないんですけど、いいなっていうので、こういうことを一つ目指して研究をしているということなんですけど、さっきから、磁石にくっつく液体、磁石にくっつく液体って言ってますけど、水とどういうふうに違うからくっつくのかっていうことで、説明をしていくためには、まず磁石が何かっていうのを話さないといけません。磁石、まあこういう形の磁石ってよく見たことあると思います。まあ、手でつかめるぐらいの大きさの磁石です。で、磁石の例で言うと、まあ、大きいものだと地球も磁石です。方位磁石を使うと磁石、地球の磁石っていうのがどっち向いてるかっていうのが分かって、で、どっちの方角かっていうのが分かる。で、地球の磁石っていうのはこういうふうになってます。で、方位磁針を使うと、ある場所で置いとくと N の方が北を向きます。
はそれは N と S が引き付け合うので S の方に N が向くから北の方に N が向くと。だから地球自体は北極の方に S があって反対側に N があります。でこれが、大きい磁石ですけど、なんで磁石をくっつけるかっていうことを知るには大きい方に行ってもあまりよくわからなくて、小さい方に向かって分解していかないとよくわからないです。で磁石なんか人によってはやったことあると思うんですけど、柔らかい磁石でハサミで切れる磁石っていうのがあるんですけど、それで N と S がついているものを細かく切るとどうなるかっていうと、例えばこの N と S の間を切ったとしても、それをさらに縦で切ったとしても全部磁石になります。どこかに N だけとか S だけとかそういうことにはなりません。でこれをどんどん繰り返していくと、どこまで細かくなるのか、実はこれ一番細かいところっていうのがもうあって、それが分かると磁石が何でくっつくかが分かるっていう最小単位があります。で、もう一気に一番小さいところまで行ってしまうと、この辺りをズームするとこんな感じで並びます。原子でできている固体が磁石ですけど、また原子説明をしますが、原子でできているところが、磁石で、その中にそれぞれの原子のところに磁石があって、それがみんな同じ方向を向いているから磁石っていうのは、手に触れるぐらいの大きさで磁石になると。じゃあ原子の中の磁石っていうのはどういうのかというと、ここが最小単位になります。原子の構造でいうと、真ん中にプラスの電荷を持っている原子核があって、その周りに電子がある。これは模式図ですけど、もうちょっと本当は複雑なんですけど、簡単にするためにこうやって見せてるんですけど、電子っていう方がマイナスの電気を帯びていて、そうすると、このプラスに引き付けられて、でこの辺りをぐるぐる回ってる。これ全部で、原子です。でここにもう書いてますけど、電子一個一個が磁石です。で磁石の最小単位はここになります。で、この最小単位のことをスピンと言って、1つ2つと数えられるもので最小単位になっています。要は磁石どんどん切り分けていくと、最終的にここが磁石になっている。これ以上分けられないっていうところが、原子、電子。もう一回見てみるとこういう感じになってて、電子が持っている磁石がみんな同じ方向を向いてると大きい塊でも磁石になる。皆さん鉄に磁石を擦ったことっていうのはありますか？ありますか？鉄は最初何もしないと鉄をくっつけたりはできないんですけど、鉄を磁石で擦る。でから鉄につけると別の鉄をくっつけることができる。それは鉄が磁石になったからなんですけど、それがどういうことかというと、最初これ鉄です。で鉄のさっき言った原子一つ一つにこうやって磁石があるとして、それが最初は他の鉄を引き継ぎられないのは全部、バラバラになっている。向きがバラバラになってるから磁石にならない。全部打ち消し合ってしまってならない。これを磁石をつけると
とこんなふうにみんな同じ方向に並ぶんですね。これでここも磁石になる。で磁石になったから他の鉄にくっつけてもやっぱりくっつくようになる。だんだん磁石にくっつけ気体に近づいてはきてるんですけど、じゃあこれをもうがっちり、触ってこうぐにゃぐにゃしないような固体でできているので、これだけだったら液体にならない。でこれをじゃあどうしたら磁石にくっつく液体になるかっていうと、熱してやると溶けます。溶けると原子がバラバラになるので、それぞれが持っている磁石もバラバラの方向を向きます。で、このままだとこのままだとというかもう液体ではもう磁石全体としては磁石になってないですが、実はこれに磁石を近づけてもみんな磁石の方向をちゃんと向きます。だからこの液体は磁石にくっつく液体ですが、金属が溶けるっていうのはあんまり普段目にしないんですよね。その辺で溶けてる様子は見ないんですよね。すごく温度が高いところでしか溶けないので、さっき体の中に入れて使うとかいう話をしてましたが、そんな温度では溶けないんです。そしたらこれも磁石にくっつく液体だけど使えないじゃないか。で次に考えられるのが、磁石をちっちゃくして、ある程度ちっちゃくしてそれを液体に混ぜる。そうすると、まあ、こういう感じになります。で実際今から、ここのカメラを使ってちょっと見せたいと思うんですけど、磁石の液体、ここ表面がこう液体っぽい感じで滑らかに、これに磁石をくっつけるとちょっと見づらいですよね。ここにトゲトゲが出てるんですよね。ちょっとここトゲトゲが出てます。真ん中にスッと寄ってきてトゲトゲになる。で実際に同じことをやってみると分かると思うので、ちょっとやってみますね。今私が映ってますけど、こういう感じで映ってますけど、これが実物です。まさに真っ黒ですね。磁石の粉が入っているのが真っ黒ですけど、あんまりすぐ こうやって液体のように、まあ、液体なのでちゃんと垂れてきます。でこれに、まあ、さっき出したような、すいません、どうしましょうね。あ、じゃあない。この磁石ちょっとちっちゃいんでここで見せるんですけど、こういう磁石です。これ S と A、 実は反転してるんで逆向きになってますけど、こういうこれを近づけると、これが見てください。磁石が結構強いので、時計だとか携帯電話だとか、まあ、そういうものには近づけないように気をつけてください。これだったら
通の温度で低い温度でもできますね。ただ真っ黒なので、まあ、真っ黒なのは体の中に入れるときは別に問題ないんですけど、なんかいろんな用途に使おうと思うと真っ黒だと色つけられないとか、まあ、そういうのは、出てくるので、まあ、これ真っ黒じゃなくてなんかもっと透明なものでできないのか、それこそこういう水みたいなものでできないのかっていうのは一つ課題としてあります。でもう一つが磁石の粉が入っているので、場合によっては使い方がちょっと、変な使い方をすると磁石の粉と液体が分離してしまうということが起こります。やっぱり液体の状態で磁石にくっつくようなものそのものが作れたら一番使いやすいんじゃないかなというふうに思うわけです。でそこでここからが私がここでやってる研究の話になっていきます。ここまでは、これまで知られてたところなんですけど、分子でできた液体、さっき原子でできた液体、金属の鉄を溶かすとすごい高温じゃないと溶けないって言いましたが、分子でできた液体だと割と温度が低くても、溶けます。まあ、水も分子でできています、まあ、加熱すると分子が、動けるようになって液体になると。で温度が低くて使いやすいのがこの分子でできている液体のものなんですけど、じゃあ磁石に引っ張られるのか、水は引っ張られません。水と同じようなものにしても、まあ、引っ張られないだろうなっていうのが思うっていうふうに思うんですけど、じゃあなんでこういう液体は引っ張られないのかっていうところから先に見ていくと、どうやったら磁石に引っ張られるような引っ付くようなものが作れるのかっていうところを考えるために、分子っていうのが何でできているかっていうことを考えると、分子っていうのは原子がたくさんくっついてできています。それはさっきの磁石もくっついてできてたんですけど、ちょっとでき方が違って、分子が原子からできるでき方は、さっき見せた原子核の周りに電子がありますね。これが持ってる磁石同士がこの辺りは2つ、よくよく見ると小さい磁石が逆向きにくっついてますよね。磁石が2つ S と N があると、それが反対向きになったようにくっつくんですが、電子の場合もそうで、みんな2つずつペアになりたがります。で、この原子の中で1つ一人ぼっちでいるやつは隣の原子のやつとくっつきたがります。ここにもいるんで、ここもくっつきたがると。こういうのを、他の原子とくっつくところを一本の棒、まあ、これ手と思ってください。そうするとこれ2つ、一人ぼっちでいる電子がいるので、2つ手を持ってる、こっちも2つ手を持ってる。そうするとこれは置いとくと2本の手で、まあ、ここでくっついて、で磁石は反対向きにくっついた状態で、磁石としての性質は失われてしまいます。で、原子でできている分子ですけど、大体のもの分子は、こういうふうに外に出てしまっている手は全部他の手とつながってしまって、こうちっちゃい磁石が全部反対向きの磁石とくっついてしまって、全体として磁石の性質がなくなります。まあ、そういうものが、有機分子と言われているんですけど、ここからだんだん難しくなるかもしれないですけど、
代表例で言うと、代表例で言うとっていろいろあるんですけど、人間の体もほとんど有機分子でできてるんですけど、一番簡単な有機分子っていうのが、炭素が1個入ってて、そこに水素がくっついてるっていうふうになります。で、有機分子の、定義っていうのが曖昧なんですけど、主に炭素を中心とした物質です。で、この炭素っていうのがここに書いてあるように手が4本あります。で、この周りにこの、多くが3本が 手が出てる、窒素、2本手が出てる酸素、1本手が出てる水素がここにつながっていくことで分子っていうのができます。で、そうするとさっき言ってた最初の単位のこの電子がもう全部消えてしまうんですね。そしたら分子の状態でその一人ぼっちの電子っていうのを置いとくことはできないんじゃないかというふうに思えるわけです。で、実際ほとんどの有機分子、人間の体に使われている分子も、こういうガスも他に油もそうですし、木も動物もみんな、有機分子が含まれています。そのあたりのものは大体、じゃあくっつきません。プラスチックもそうです。で、それを磁石にくっつくようにしたというのが自分の、私の研究になります。で、それが、この辺りに炭素がくっついていて、ここに窒素がいて、ここに酸素がいるようなこういう分子を作ると、ここの酸素1本だけしかつながってないんですけど、さっき酸素は2本手があるって言ったんですけど、1個しかないんで、ここ1個余ってます。で、ここが磁石にくっつくという構造ができます。で、ここにこれがあったら他にもう一つこれが来たらくっついちゃうんじゃないかって思うんですけど、実はこれはこの辺りがなんかこうごちゃごちゃしてますけど、このごちゃごちゃしたっていうのが大事で、この周りがごちゃごちゃしてないとくっついてしまうんですけど、周りがごちゃごちゃしているので、ひっついてこれないんです。この辺が壁になってくれて近づけないようにしてる。だからこういう分子っていうのを作ることができると。ここ潜在が働く仕組みって書いてて、突然話が飛んだように感じられるんですけど、水と油っていうのは全然混ざらないことで有名ですけど、で、水の中に油汚れがあるとき、そこに洗剤を入れると油が落ちますね、油汚れが落ちますね。それが何でかっていうのを説明します。で、ちょっと実験をしてみたいなと思ってます。で、洗剤っていうのはこういう形をしているのが普通です。で、ここ浸水性、疎水性って書いてますけど、水と中がいいと、水ではなくて油と中がいい、水とはあまり中が良くない部分の2つでできていて、これをこの油汚れのところに溶かすと、こんな風に油汚れに取り付きます。で、これがどんどん取り付いていくとどうなるかっていうと、油汚れの球ができて水の中に溶けます。で、こういう仕組みをうまく使うと、これ今こういう状態になってしまうと他の油汚れともくっつきません。間に水が入ってきてくっつかないようになると。これをうまく使うと、さっき見せたこの液体を動かせる、粒にすることができると。
で、ここまでで、私の話は終わりなんですけど、ここから、話す人交代で、班を2つに分けて、先に実験に行く方と先にこっちで聞く方に分かれてもらって、それぞれ、じゃあ、今から、皆さんには液晶の観察をしてもらいます。で、液晶ってみんな聞いたことありますか？液晶テレビとか。液晶っていうのはこのディスプレイに使われてるんですけど、でも実際液晶って何なのかっていうのはちょっと皆さん知らないと思うんで、ちょっと簡単に物質の状態っていうのの説明から始めます。で、物質って皆さんご存知だと思うんですけど、気体、液体、固体って3つの状態があるよね。で、その水とかやったら液体だけど、温度上げたら気体になって、温度下げたら固体になるよね。で、水とか普通はその3つの状態しか取りません。そうなんだけど、一部の物質では固体と液体の間にもう一個別の状態を取る、そういう物質があるんですね。で、そういうのをまとめて液晶っていう名前が付けられています。液体の液に結晶の晶で液晶だから、液晶ってディスプレイとか普通に言われてるけど、こういう物質の状態のことを液晶っていうっていうことをまず一つ覚えて帰ってください。で、液晶っていうのは、まあ後で向こうでもう一回説明されるんだけど、どういうものなのかっていう話は、簡単に言うと光の色を変えることができるから、こうやって画面に使われてます。で、今からそういう光を変えるっていうのを観察してもらうんだけど、ちょっと初めに説明が長くなるんだけど、今、ガラスを2枚、こうやってはっつけたもの、ちょっとちっちゃいんですけど、2枚はっつけたものに、この中に液晶を入れてあげて、で、ここから下から光が出てるんだけど、これを通してここで見ます。で、通すときにこれ光を通したら、普通に向こうが見え続けて見える、うん、見えますね。見えないですか？透けてここ普通にこの中が向こうが見える。見えます。あとでこれみんな見てもらうから、ちょっと今見えなくても我慢してほしいんだけど、これを2つ重ねてこうやって見てもまだ見えるんですけど、これを、このレバーで回してあげると真っ暗になったりします。それをちょっとこう回すんで見てもらっていいですか？ここを光に当てて、ここを回しながら見たら真っ暗になったり明るくなったりします。レバーをぐるぐる回して明るくなったり暗くなったりするのを見てみてください。今ここの状態は気体がありますよね。ここ気体があるから、回したら暗くなったり明るくなったりします。で、その真っ暗にしている状態の時に気体を見たら真っ暗になるんですけど、液体を見ても真っ暗になります。だけど液晶を見た時に、液晶を見た時は液晶は色を変えることができるんで、もし液晶が出てきたら真っ暗な状態のものを見てるはずが、色が出てくる。それを今から見てもらいます。で、この真っ暗な状態が今この顕微鏡に入ってます。で、それを、今ここは何も映ってないのは、真っ暗な状態にしてて液体を見てるから真っ暗なんですけど、温度を下げるとさっき言ったように液体は温度を下げると固体になる前にこの液晶をこの物質が取るので液晶が現れてきますっていうのを言ってほしいので、ちょっと前に、ちょっと時間かかるかもしれないけど、
今ちょっと模様が出てきたの分かる？いや分かります。でもうちょっとしたらだいぶ青くなってきたんだけど、分かりますか？ちょっと今色がいろいろ変わってるのはちょっと、これが勝手に出てくるのが液晶の面白いところです。でこれをじゃあ実際ここに入ってるものなんだけど、それを、目で見てもらいます。はい、じゃあ順番に、こちらから、はい、片目で見た方が見やすいから、こっち側にちょっと離れて片目で見ます。見えた？こうやって、はい、どうぞ。遠く？これですか、先生？はい、そうです。あ、本当だ。これちょっと見といてもらうと一気に変化するのがあるんで、ちょっとよく見といてください。はい、こうやってまた次の色になりました。ちょっと光が強すぎるので光を弱めたら、こういう虹色の模様が見えます、出てることが分かります。で、これもまた液晶の一つで、だからまだ固体になってないのに、今この液体と固体の間だけでこんなに模様が変わる、そういう面白い物質が液晶です。じゃあもう一個違う研究を見てもらいますんで、こう最初、先生、身長高い先生が教えてくれたんだけど、それを今度は、アナリズムが教えてくれたのを、今度みんなに実際に目で見てもらいましょうということで、ちょっとやってみますけど、まず、界面活性剤っていう話は覚えてます。石鹸とかの話。で、水と油って、本来こうやって、2つの層に分離してるんです。こっちが界面活性剤入ってないので、こっちが入ってるんですけど、これガーって押してあげると、こうやって水と油ってまあ同じものだから、油同士がこうやってくっついてしまって、こう球にならない、玉にならない。しばらく経っておくと、こうやって2つの層にまた分かれてる、うん、ただ界面活性剤入れておくと、これ上の方から泡だけど、下の方は同じような水と油がこう一緒になって一つにつけた。違いがこうやったら分かると思う。全部混ざってるっていうか、そうそう混ざってる。界面活性剤がこう油を包んであげておかげで、こうやって水と一緒に水の中に溶けてしまう。この一応これ混ざってこう水が油を包んでるんだけど、これだと一つ一つの油の粒の大きさがまちまちになってしまう。で実際こう薬とかを運ぶためには同じ大きさじゃないと薬の量とか変わってくるからちょっと難しいです。でどうやってその粒の大きさを揃えてあげるかっていうために作ったのがこの。ちょっとちっちゃいからわからないと思うんだけど、こう
こうなってて、これ黄色いのが油で、この中から真ん中から入ってくるのが水で、さらに外側から入ってくるのがまた水だから、この一番中心に水が入ってて、それを油が囲んで、さらに外側に水が入ってる、そういうのがポンポン出てくる状態になっています。すごいちっちゃいから肉眼ではなかなか観察できない、なんでちょっと見てみたら分かるんだけど、順番にちょっと、なんか流れてるのも分かるけど、早すぎて何が起きてるか分かんないみたいな。でこれカメラで撮ってスローにして撮った画像があるんです。実際こうなってます。ちょっと見える？こっちまで来て。はい。さっき早かったけど、実はこの丸い粒がポンポン順番にちゃんとできてますよと。なんかちょっと隣の玉と被ってて分かりにくいんだけど、これちゃんと二重になってるのが分かりますか？一番真ん中が水で、その周り囲っているのが油で、その周りを水が満たしていると。めっちゃ遠くなりますね。あ、すみません。暇だった。話をして実験の方を見てもらって、いろいろ森川さん、大きく分けて磁石の話、液晶の話、あとは、液体をどうやって扱うとうまく球になっているっていう話の3つですが、どれか1つでも記憶に残れば、できれば3つとも残ればいいかなと思います。で、最後にお土産があります。で、うちで作ってるこれを本当はあげられたらいいんですけど、ちょっとあげられるほどないので、さっきの真っ黒の方ですけど、これを持ってるこれを一人一つずつ出したいと思います。多分家にある磁石でいろんな磁石をくっつけるといろんな形にトゲが出ると思います。それをこの磁石だったらどんな風にトゲが出るとか、そういうことを見てもらうといろいろ面白いと思います。この液体は実は、売ってるところでは売ってるようなので、興味のある人はいろいろ見てみてもらってもいいと思いますし、そうですね、だからうちで作ってるこっちのオレンジの液体の方っていうのは全然まだそういう売られてるとかそういうのはないので、そういうみんなのところに、売られて手に入るようになるぐらいあるんだり入していきたいです。全員に渡りましたね。はい、じゃあこれで、優しい科学セミナーを終わりにしたいと思うんですけど、今日手伝ってくれたアルバイトのうちの技術の学生さんに集まってもらいました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。内田先生に盛大な拍手をお願いします。